皆さん、こんにちは。テクニカルアナウンサの森口でございます。今日もテクニカル分析、日本株様、よろしくお願いいたします。今日はこちら。暴落直後でも日本株だけは強いということで、まあね、ゴールデンウィーク終わりまして、日本株。 結果としては日経平均株価が上昇して終わったということで強いねと。しかもこれ日本だけだよねという感じなので、まあ、個別目から含めてぜひご覧いただければというふうに思っております。ということで、このチャンネルでは終わったばかりの日本株の振り返り、夕方5時までに毎営業日やっております。皆さんと一緒に株を考えていくチャンネルですので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速、今日の終値から確認をしていきたいと思います。はい、まず3指数ですが、日経平均トピックスが上昇。一方、マザーズが2.55%ですから、こちらも結構大きな下落。ここだけはなんかこう、ナスダックが安値更新しちゃったみたいな,な、 非常に受けたんじゃなないいいいかなという,ふうにに思います。す。日経平均値上がりも,上が数も非常に多いですただし、値下がりの方で見ると、ソフトバンクグループとか M3 とかリクルートとか、やっぱりグロースが弱いよねっていったところは確認できるんじゃないかなと思います。一方でこちら見てみると、例えばトヨタ、円安が進んでますからね、恩恵受けましたねとか、三井物産、決算超えていい感じですね、みたいな。まあそういう銘柄もありますし、ファストリテイリング、あ、指数買われたんですかね、みたいな。まあそんな印象もあるのかなというふうに思います。で、こちらアジアのね、株価指数見てみると、日経平均ぐらいなんですよね、プラスで終えてるのはね。やはりままあ今まで 前球が続いていたので暴落のこのね折り込み。 暴落といっても、その前は上昇して戻ってきただけなので、まあその、ほぼトントンぐらいの状況をそのまま受け止めたら、まあ今日は上がっても下がってもおかしくなかったと言われれば、確かにそうかなというふうには感じます。バイバイだけ見ていきましょう。全市場です。レーザーテックがトップなんですが5、5%以上の下落ですので、こちらもやっぱりまあグロース株の部類に入るんでしょうね。一方で東京エレクトの同じ半導体掃除製造装置関連でも、プラスの銘柄もありますからね、こういったところは違いが出てくるのかなというふうに思います。グロースの方を見てみると、メルカリが8%安。 これもまた強烈だなというふうに思いますね。そして直近 IPO も一気にお金が抜けてる感じはします。一部材料のある銘柄を除いて、値下がり目値下がりの幅も、あと主力株の下がり方も結構すごいことになってますね。まあ結果2%以上の下落ということになっております。ではまずレーザーテックを見ていきましょう。レーザーテックに関しましては5.26%の下落となっております。月曜日のね、動きとしましては、決算後初の動きで大きく上昇していたんですよね。まあその結果、まあ下がりやすかったの かもしれませんけども今日は大きく陰線を引いて下げてしまった結果決算発表前とほぼ同じぐらいの水準に戻ってしまったということですね結果決算自体がいいとはなかなか思えなかったんですがでも受注が非常に良くて、えー、決して悪い決算ではないという評価もありましたうーんでも結局ね評価として上がる転換にはちょっとなり得てないということですからね ここは注意して見ていきたいかなというふうに思います。続いて、三井物産行きましょう。三井物産が6.08%の上昇です。で、今日業種別見ると金編の工業とかも上がってまして、やっぱり資源関連が上がっていたってこともね、一つ三井物産が買われる要因だったのかもしれませんし、あとはまあ決算発表、ここでは今期最終13%減益っていうふうに書いてありますが、増配であるとか自社株買い、自社株買いの規模感に関しましても、発行済み株式数に対する割合3%、3%でまあそこそこいい割合だと思うので、 まあそういったこともかありまして、えー、菱物産が6%の上昇ということになっております。チャートを見ていくとですね、なかなかこれも強い形になってるんですが、5月6日今日の高値、高値比嘉かな。で、3386円になっております。3月28日が3414円という高値がありますから、ここまでには届いていませんけども、形としては決して悪くない、すごいね、要線で、直近高値はしっかりと超えてきて、3月28日高値を超えてくるとですね、非常にいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただ、えー現役 ということで PR の水準がここだけ見るとねすごい切り上がってはいますが現状6.8倍 PBR もまだ1倍割れてますのでまあ、そんなに大きく下落するというよりはまあ、上昇のトレンドが続いていくようなイメージの方が強いかなというふうに思います一方で日本郵船見てみましょうこちらはですね業績の観測報道がありました業績の上振れ観測報道を伝わるということですねで今期もう間もなく発表を控えている今期の経常利益が1兆円規模になったよという観測報道が伝わっていて ま、ここでは続進してますよということなんですが、0.2%高ですね。チャートも見ていきましょうか。チャートも見ていくと、こんな感じでね、陰線になってしまってるんですね。で、今日の高値が9940円。終わり値が9810円。結果としては0.2%高、20円の上昇ということですので、まあ、反応としては渋いですよね。そして4月の20日、140円を超えられずということですから、仮にここからまた下回っていく、下がっていくようなことがあるとですね、ちょっと まずい流れかなというふうには感じてますし、えここから考えられることは今期の予想をいくら出したところで来期以降の見通しがちゃんとはっきりしない限りはなかなか変わりにくいっていうところがね、あると思いますので、まあこれ、あの日本予選の場合には配当がどうなるのか。 ここういったととろも、ね、期待としては出てくると思い、まますすすのののででこの辺もぜひ5月の9日ですね注目していいいいただければなという,ふうに思いますはい、続いてメルカリ見ていきましょう。メルカリも8.07%の下落となりました。これもですね、決算発表が4月の28日にありまして、5月の2日時点で一番意外だなと思いながら上昇していったんですよね。で、まあ、売買打金もすごい多かったんですよ。めちゃくちゃ多かったので、これはもしかしたら上昇転換期待できるんじゃないかという要請だったんですけども、まあ連休 挟んで金利上がってグロス株下がっての煽りなのか分かりませんが結果としてはぐーッと下がっていったとでマザーズ指数の空気悪くなってマザーズ指数の主力銘柄がですね大きなみこんな感じで下がってる感じですよね、えー、これは非常に悪い展開だなという風に感じましたで5月2日の安値2118円に対して今日は安値が2139円ですから安値更新まではいかなかったという風うに思いますけどもまあ、これ安値割れてくる2000円が見えてくるということになりますので注意して見ておいてください最後と 東京電力ですね、16%を超える上昇ということですから、なかなか強い上昇なんですけども、まあこの上昇の要因としましては、岸田首相が前日にロンドンで講演した資産所得倍増プランなどの開始を表明し、この中で既存の原発1機が再稼働をすれば、年間100万トンの液化天然ガス供給と同じ効果があると再度述べており、安全を確保した原発の有効効果を図る方針を示している。こういった材料をもとに、 電力株関連がかなり変われた。まあその中でも目立っていたのが東京電力で売買代金に伴い大きく上昇しているということです。そしてまあこの資産所得倍増プラン。これもうちょっと深掘りしてみないと僕も判断はできないんですけども、まあこういった話もあったので日本株っていうのは強かったんじゃないかっていう声もありましたね。はい。東京電力のチャートこのような形になってます。綺麗なチャートですよね。これだけマーケットが荒れていても、まあこういうチャートもあるんだっていうことを思わせられる材料が重なってね、このような形でガンガンガン 上がって陽線で高値を超えてということになってますので、まあ、非常に期待のできるチャートという風に素直に受け止めることができるのかなと思っています。はい、では指数を見ていきましょう。まずは日経平均株価ですけども、陽線をつけまして、で今日はね雲の下に行っちゃう場面もありましたけども、まあ、下ヒゲ残してね雲の上で終えているというところですね。で転換線と基準線の間に挟まれているような形。そしてここの後に雲のねじれ、来週来ますからね、えー、まだちょっと油断はならぬかなといった感じです。えー、マックリーもですね、まだま上向きに転換。 したことはトピクスです。トピクスもですね、今日要線をしっかりとつけまして、一時基準線を超える時間帯もありましたね。そしてこちらは MacD でゴールデンクロスが起こっています。なので、まあ、力強い上昇というふうに言えるんではないでしょうか。ただ実際には、決算発表のピークっていうのがね、この後やってきますしまだ雲を、ねじれを超えたばかりですので、 えまだサポートも薄いですからね、注意して見ていければと思っています。で、マザーズなんですが、今日も下落してしまったというところで、もう本当に安値を割れるか割れないかっていうところがね、焦点に入ってきたのかなというふうに思います。で、今日の下落でまた真っ黒にも広がり始めてますからね、648.2ポイント。 あと、どれぐらいですか ?26 ポイントぐらいですかその辺のね、えー、ポイントしか残っていないということですから、下手したらですよ、1日2日ぐらいで割ってしまう可能性すらあるわけですよね。本当に注意して見ていきたいなというふうに思いますが、前、まあ、もやっぱり決算発表のピークを超えたところから少し転換の動きも見られましたので、まあ、ちょうどそれが5月の13日頃に雲がねじれますので、まあ、ここで安値を多少割れたとしても、まあ、安値付近から転換する可能性もゼロではないのかなというふうには見ております。 どうなるのか。しっかりと来週も見ていきましょう。はい。では、お知らせをお入れさせてください。5月3日にね、IPO の当選の動画を流してますんで、よかったらご覧になってみてください。で、毎週金曜日に個別銘柄のとことも分析するマガジンやってますが、まあ、今週ちょっとね、ゴールデンウィークっていうこともありまして、で、しかも株がね、かなりアメリカ株では上下に動いていたってこともありまして、なかなかレポート書きづらかったので、保有株のレポートっていうのをちょっと今日中に書きたいなと思ってます。初月無料になっております。月額1000円になりますので、よかったらチェックしてみてください。また、本が非常に好調でして、え、アマゾンや、まあ、楽天でも1位を取ることができて、 おりま,ももちろんありますで、それはまあちゃんとね、準備できる動画なんかもあるんですけども、それに追加特典がついてるよっていうのが書店購入キャンペーンであり、まあ書店で買ったり、いい本サイトで買ったり、amazon で事前予約してたんだよみたいなことがもし分かればですね、えー、ぜひぜひ送っていただければなというふうに思っております。で、こちらのアンケートフォームがありますからね、あの、直接連絡いただいても対話できるんですけども、ちょっとどうしても対応が遅れてしまう。そして、残念ながら、 迷惑メールとかに入っちゃうか、時があるので、そういう方はぜひぜひ、あの、送ったんだけどまだ来てないよ、みたいなのは全然受け付けてますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ただその場合もですね、数日ちょっと確認して送って確認して送ってってずっと繰り返してますので、数日お時間いただく場合がありますので、そこだけご了承いただければと思います。よろしくお願いします。では、今日もこんな感じで終わっていきましょう。今週はね、月曜日と金曜日しかなかったんですよね。来週決算発表と、そして今夜雇用統計もありますから、しっかりとね、朝の YouTube、VIC 等と通じて、 お届けできればと思ってますし、来週もね、毎営業日,曜日夕方5時にやっていきますから、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。また今日も何か参考になりましたら、グッドマークボタンの方もぜひぜひよろしくお願いします。ではまた来週、テクニカル分析でお会いしましょう。さよなら。